今瀬戸ゴリルかっていうと、ブルガリアのソフィアから、プロディフっていうね、ブルガリア第二の都市に向かってるところです。で、高速道路を今、まあ、こう走っててですね、今途中休憩ということで、今サービスエリアか、いるところです。パーキングエリアね。で、まあ、ね、こんな感じで見てるんですけど、まあ、ここがトイレがあって、で、そこマクドナルドなんかもあるんですけどね、まあ、こんな感じ。アメリカ資本が結構民主化されてからね、結構入ってきてるなって感じがします。で、ここがパーキングエリア。すごい。で、こっちは高速道路ですね。